今日は2月の14日の金曜日の夜ですから、今 ねリア充の特別な、そうですよ、方々は今ここに家にはいないですから、我々のようにわからんよ、外かもよわざわざ見る、外で神岡家のラジオいや私裏でさ、ただでさえ大空家やってんのにさ大空家リア充じゃね、確かにずるくねあいつらリア充だぞねえ、僕たちは姉妹なのにね、大空家はお父さんもお母さんも子供もいるよ、なんだあいつらずりーよ釣り、僕たちもお父さん欲しいよな欲しい欲しいよね、誰か猫耳のお父さんが欲しい髪の色なら水色とか薄い水色とかパステルの出てくるかもね、後にね。いやそうだよ、そしたらその猫耳のパステルっぽい色の猫耳のお父さんが出てきたら、まあそれはやっぱり僕らのねパパなんだろうな。引き込もうスカウトする、なんかだって家族同士の旅行とか行けるかもしれへんしね、大空家と。あー、なんかそのダブルデートならぬ、なんか家族同士のなんかあるじゃんあるカラオケ行ったりとかね、そうそうそう、家族ぐるみでね、家族ぐるみの付き合いっていうのが羨ましい、やりたいやりたいよな、僕たちいつも2人だからねそうそう、お父さん多分向こうも気使ってると思うんだよね、あっこ親いなくねみたいないやそう、今ね配信が始まるちょっと前に、今日は23時から神岡家ラジオと、まあ、大空家の配信があるねっていう話をしてて、そうそうそう、で僕たちになくて大空家にあるものって何なんだろうって話をしてたら、うん、やっぱお父さんだよね、重い話だよこれそうそうそう、重い話になってくるね、そうやっぱ僕らにはね、まあ、うん、せやな、しゃあないな、そうだね、ということで今日